春がやってきました。ジュンベリーがだいぶ芽出てきたな。青玉はまだ硬いな。野村もみじも膨らんできた。で、夏ハゼが出てきたな。青玉ちょっと遅いんやな、やっぱ。いやで、山帽子もちょっと芽が出てきたな。よし、これで春が訪れます。そしていよいよプールも始まります。ああ、お座りできるか。お座りは言うな。かわいいね。お座りできるか、ね、お座りできるか、ね、見たいね。そうか、ありがとう、ありがとうな。ゆっくりしとってくれ、ゆっくりしとってくれ。はい、ゆっくりしてな。もんちゃんの匂いするな。はい、ありがとう。めっちゃお座りは？お座りできる？お座りは？あ、おりこさん。あ、おりこさん。はい、お座り。あ、お座りは？興味ない。お座り。あれ？ありがとうございます。遊び方上手ですね。あら、いい、大丈夫大丈夫。帽子はちょっと今別注意して。嘘。あら、ちょっと。待ってるもん、ちょっとパチコチ。そうそうそう、誘ったもんね、サーラと。これ着てみろ、出て。お前かっこいいやねえか。はいはいはい、はいはい、おしゃれですよね。おしゃれ。なんか姫って感じですね。あ、すいません。いいかい、こう見えて男の子です。男で、あ、男の子かね、あんた。男の子かね。あ、武蔵って言うんやな。ついて、ありがとう。リンク。お父さん待ってるよ。お父さん待っとるで。はい、行こうか。はい、で。リンク行くぞ。リンク、はい。なんか納得いかん顔しますね、やっぱ。そうだね。え、今日は。リンク、はい。またな。はい、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 はい。動画撮っていいですか。あ、後ろ開けよるよ。何、不審者か、俺は。はい、はい、あれで、あ、なんか持ってこよかったな。どうしたい、あれで、あ、飽きてくれたの。どうしてん。あ、おいでおいで、おいでおいで、そんな遠くじゃなくていいよ。あれ、どこ行ってまった。あ、おった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 、はい、よし。はい、ウリコちゃん。嫌か。はい、おいで。おいで。あ、取られた。取られたねえ、何ね。こ、甘えん坊さんですか。あんまりそう、人間の人にはそんなにしないんですけど、それが何かこぼしてるとか。あの、多分いっぱいこぼしてると思います。あ、そうか。
なに、なかなかのわがままバディで。だからもう、あのやばいです。多分一番重いと思います。ちょっと映画持って。嫌か。嫌か。それ。ちょっとプライドが許さなかったみたいで。かわいい。おいで。おいで。ダメやな。どないした。どないしたね。おいで。こっちはないんか。あ、リンク？あ、リンク向こうか。はい、こんにちは。ちょっと固まっとるな。そうだね、ちょっと今びっくりしたから。ごめん、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 ごめん。びっくりした。でもあんまりどっちだ。あったけえな。けど寒い。あ、風が。大桜。あれ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 あはいはい、頑張って、はい、そーっとやって、そーっとやって、よっしゃー。うわ、これ重いよ、むっちゃくちゃ重いの。いや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 、どう、これさ、ちょっと待って、あの、よいしょ、これが下っていうんだよね、多分。ちょっとごめん、ちょっと、ま、買います。はい、届きました。あの前エコフローさんのデルタ2マックスをご紹介させていただいた時にソーラーが欲しいなって言ったらいただけました。本当ありがとうございます。あのちょっとこれ今回案件の動画というわけではなく、ちょっと届いたので開封だけ先にしたいなと思って、開封動画だけちょっと、あるちゃん、あるちゃん、ちょっと、あ、ちょっと昨日の動画で多分その井戸の撮った動画が、あ、掘り始めたっていう動画が上がってると思うんですけど、あのこれも含めて、犬の避難所の、としての機能の一環として、この電気がこう常に使える状態になるといいなと思って。すげえありがたい。そもそもね、建物にソーラーをつけるべきだったんだろうけど、いかんせん予算がかなり、ね、かかってしまったので。すげえ厳重やなこれ。あ、重たい、めっちゃくそ重たい。あ、こうなってる。あ、とととととと、はい、なんかこれあるちゃん、ちょっとちょっとこっち行って、ちょっと前で、ちょっと前で出てくれると嬉しい。雨でびしょびしょでさ、そこに
そうやな、そりゃそうなのかな。すげえわ、これはすげえ。これ何？あ、なんか付属品もついてる。ちゃんと日本語で全部書いてあるやな。よいしょ。ちょっとあるちゃん、ちょっと前出てくれるとすげえ嬉しい。ちょっとごめん、踏んじゃう。よいしょ。400ワットの発電があって書いてあったね。これなんかバリーンとかって落としたら大変なことになるよね。これバスコンの前にバーって置いといたら発電してくれるのかな。よいしょ。どうなったね。あ、とりあえず開けとかんと。よいしょ。あ、すいません。あ、すげえ。こうなっとるんや。で、これコードがついとって。素晴らしいっすね。じゃこれをちょっと時を持ってこう。持っていこうというところと、あとこの動画が多分金曜日に上がると思うので、今晩東京に向けて出発します。もうだいぶ準備が進んで、多分東京ちょっと毎年、私もちょっと最近学習しまして、ビッグサイトでバスコンの中で編集するのが非常にきついということが分かりまして、老体に鞭を打ってやるつもりではおったんですけど、大変申し訳ない。今回はもう月曜日までの分の動画を作って、アップした状態で、向かいたいと思います。なので、インターペットの様子の動画は火曜日以降に上がると思っていただけると非常に嬉しいです。行く道中から、会場の様子、また帰りの道中等々、動画撮っていきたいと思いますので、また来週まで、ちょっとだけ待っていただいて、お楽しみにしていていただければと思います。それでは、インターペットに向けて出発したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。